どうもゆらです。今回は、ダブルゼータは強い、ということで、学校が淡いの強さを見せていきたいと思います。チームはこちら。学校側はスキルマックスにしてます。まずはフィーバーに入らないように全員の技を貯めます。学校が淡いは聖地している時にデカプミが降ってくるので繋げなくて大丈夫です。学校側の1プミを消さないように聖地しながら技を貯めます。フィーバーゲージがギリギリなので1プミを消しまくってビネガーの技貯めますね。そしたら盤面を学校側のみにしてください。デカプミは全部消してください。すべて学校側になりましたね。そしたらピントコーンにピンを刺し、できるだけ少なめに繋いでフィーバーに入ります。そしたら攻撃力アップを打ってください。成功しましたね。なんとこれで無限に必殺技を打つことができます。1087万ダメージ出ました。必殺技とスキルの相性がいいので今後も使えるキャラクターになりそうです。1万8000は今ね稼げました。今日も見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローもよろしくね。